神奈川新聞からカナロコニュースをお伝えします横浜市神奈川区のマンションで9日フクロウが見つかり110番通報で駆けつけた神奈川署員が捕獲しましたペットとして飼われていた可能性もあるため署が習得物として保護していますフクロウは体長15センチほどで焦げ茶色をしています 近日中に市内のペッットショップへ預けるとということです新春恒例の小田原市の消防出初め式が11日小田原三の丸ホール周辺で行われました市消防本部や消防団など約400人が参加し火災や災害のない新年を祈りました 市内の消防団22分団などが小田原城のお堀に向けて一斉放水すると見学者から歓声が上がりました小型観光船の無人運航実証実験が11日横須賀市の猿島で行われました 日本財団が主体となり、2020年から進めてきた無人運航船プロジェクトの一環で、将来的には観光船のほか、船員不足に悩む離島航路の維持などへの技術活用を目指します。同財団によりますと、小型観光船での無人運航実験は、世界で初めてということです。